はい、どうも、こんにちは。フレッドの恐竜チャンネルです。今回はですね、えっと、こんな感じでいろいろ恐竜のフィギュアを並べてったんですが、えー、ちょっとジオラマ風に置いてみましたね。はい。えー、今回はね、この置いてある恐竜たちのフィギュアを紹介しながら、えっと、パーツがね、いろんなところに散りばめられてるんで、それをね、集めながら、一体のね、恐竜が完成していくっていうね、そういうのを見ていきたいと思います。はい。 えー、恐竜動画をね、たくさん投稿してますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、えー、一体ずつね、見ていきましょうか。はい。まずこちらですね。えー、ディプロドックスかなはい。竜脚類のフィギュアになります。こんな感じですね。はい。特に表記とかはないんですけど、多分ディプロドックスかなと思います。はい。えー、こんな感じですね。 はい。色がベージュとか黒がね、貴重となってるような感じの色合いですね。はい。こんな感じです。首はね、ちょっと上向きに上がってるので、ちょっとそこは正確じゃないんですけど、まあこの手のフィギュアだとよくある感じですね。はい。多分ブックオフで買ったと思います。はい。えー、次です。ティラノサウルスレックスですね。こんな感じになってます。 えっとね、これね、なんかね、楽天さん見てたら、あのー、これが入ってるセットが何かっていうのがわかりまして、えっ、ー、と、これね、あのー、ちょっと県外の、あの、ホビーオフで買ったんですよね。えー、なんですけど、これはね、ディノコレクション3かな。えー、そのシリーズの、なんかメインで入ってたティラノサウルスみたいですね。はい。顔がね、結構リアルで、えっ、ー、と、最近のね、復元図っぽいなっていう感じなんですが、 姿勢はね、ちょっとゴジラ型になっちゃってるのが残念ですね。はい。しかもかなり急なんですよね。こう。な、なんでしょうね。おたけびを上げてる感じなのかな。はい。えー、次です。えー、カルノタウルスですね。こんな感じになってます。はい。えー、カルノタウルス、これね、えっ、ー、と、恐竜フィギュアというシリーズのカルノタウルスなんですが、 えっと、最近ね、えー、っと、ダイソーさんで置かれてるものになりますね。はい。えー、っと、なんかね、結構、えー、っと、品切れになってることが多いみたいで、えー、っと、どこだったかな結構遠くの、えー、っと、割と大きめのダイソーに行ったんですけど、そこでもね、1体か2体ぐらいしか、えー、なかったですね。はい。こんな感じです。色がですね、えー、っと、灰色っぽい色かなカーキ色かな に、えー、っと、小豆のような感じのね、茶色っぽい色がついてますね。で、ここにね、ダイソーさんの表記がついてます。はい。こんな感じです。はい。えー、次ですね。えー、イグアナドンのフィギュアになります。こんな感じです。 このイグアノドンはね、えっと、なんか普通の恐竜のね、小さいような、小さいというか、普通のおもちゃとは違ってですね、えっと、大英博物館の、えっと、なんか、あの、お土産みたいので売られてた、えー、モデルみたいですね。はい。なので結構、オークションとかだと高いみたいですね。はい。僕はあの、ブックオフで買いました。はい。こんな感じです。色がね、ベージュ一色で、少しね、なんかこう、柔らかいような、 材質のプラスチックになってますね。こんな感じです。はい。でー、どうしようかな。パーツは最後でいっか。はい。えー、次です。えー、こちらのティラノサウルスですね。はい。これね、ちょっとあの、フリマアプリでどうしても欲しかったんで買いました。はい。これはね、サファリ社のティラノサウルスなんですが、こちらの T レックスと比較するとですね、色合いがちょっと違うんですよね。 はい、で目の部分もね、こっちがね、結構、えー、と3段階に塗り分けられてるので、かなりリアルなんですよ。はい、えー、こんな感じです。はい、えー、次です、えー。パラサウルロスですね。こんな感じです。これはね、結構なんかこう子供向けのおもちゃっぽい感じのデフォルメされた見えた目になっちゃってますね。はい こんな感じです、えー、色がね、えー、と灰色に、えー、となんか緑っぽい色とか黒とか赤とかねついてますねはい、えー、次ですステゴサウルスですねこんな感じですこれはね、えー、と恐竜ワールドジュニアのステゴサウルスと同じ、えー、と造形のやつなんですが えっと、これはなんか海外のおもちゃのやつですね。はい。こんな感じです。でね、えっ、ー、とー、このね、恐竜フィギュアシリーズではまだね、ステゴサウルスが売られてないんですよね。こんな感じです。はい。色がね、えっ、ー、と、灰色に、灰色じゃない、緑に赤っぽい色がついてます。はい。えー、次です。ベロキラプトルですね。 こちら、恐竜フィギュアシリーズのやつになってます。はい。顔がね、ちょっとイマイチですね。はい。こんな感じです。えー、鍵爪が一応あるので、ラプトル化の恐竜っていう感じにはなりますね。はい。色が、えっ、ー、と、サンドグリーンに、えっ、ー、と、黄緑か、黄緑に、えっ、ー、と、ちょっとこう、金粉みたいな感じの色がついてますね。はい。えー、プテラノドンになります。 えこれはね、なんかね、なんかメルカリかなんかで買ったやつですね。結構この翼がふにゃふにゃになってますね。はい、あとは、はい。えー、パキキュアラサウルスですね。こんな感じになってます。ここにね、ちょっと羽毛っぽい造形があるのが特徴的なパキキュアラサウルスなんですが、えー、こんな感じになってますね。 えー、次です。えー、マテルのね、ジュラシックワールドの、えー、っと、えー、メガロサウルスになります。はい。結構、どうもそうな見た目してますね。はい。色がね、全体的に赤色っぽいデザインになってますね。はい。ここに灰色っぽい色と黄色っぽい色がついてます。はい。こんな感じです。 口を閉じるとこういう見た目をしてます。はい。ディメトロドンですね。こんな感じになってます。はい。ここを押すと皮膚がね、変わるようになってますね。で、口が動いて、首と足も動きますね。はい、こんな感じです。そしてですね、 こちらがアパトサウルスだったと思うんですよね。これアパトサウルスって書いてますね。はい。こういう感じのフィギュアが入ってます。はい。えー、色がですね、えっ、ー、と、こう、緑、緑じゃないな。えー、薄橙々みたいなのをちしてますね。そこに水色と青がついてます。はい。そしてですね、アイアンマンです。はい。 とえと、ー、パキリノサウルスですね。こちらも恐竜フィギュアシリーズに入ってたやつですね。はい。これは結構いろんなところで売られてるかなと思います。はい。えー、アイアンマンですね。今日なんかアントマンの新しい映画が公開されてるけど、見に行くかわかんないですね。はい。ちょっと座らせておましょう。はい。えーというわけでね。 まあ、あの、恐竜たちは全部紹介していったんですが、えー、っとー、今度はね、えー、っと、パーツがね、いろんなところに置いてあるので、えー、それをね、集めて恐竜を作っていきたいと思います。はい。まずこのパーツですね。はい。次は頭。そしてですね、えー、足かな右足、左足か。左足。えー 右足と。そしてですね。こちらのお腹のパーツと、反対側ですね。そして、尻尾。はい。えー、これでね、完成ですね。ティラノサウルスレックスのフィギュアになります。はい。えー、これ、ね、紹介し合わせてたんですけど、トリケラトプスじゃないかな、これ。 えっとペアでね、えー、置いてますはいこんな感じですねはいえー、というわけでねまあちょっとあんまり取り慣れてないっていうのもあって若干グダグダ気味になったんですけど今回はね恐竜のフィギュアのジオラマみたいなの適当に作ったので、えー、恐竜のフィギュアたちをねまあ、1体ずつ紹介していくという、えー、そういう感じの動画でしたはい えーまあ、僕のチャンネルではね、恐竜のフィギュアの紹介動画をたくさん、えー、上げているので、えー、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、えー、今日はそんな感じです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。